息子アドハム、ハーンの結婚式に出席するマーハムアナガマーハム、アナガは北インドムガル帝国の皇帝アクバルのウバ,ウバ頭でもある。皇帝アクバルの入幼児期マーハムアナガはウバ頭としてウバを務めた。だが、この時はまだ彼女に権力はなかった。1556年以降、最小バイラムハーンが権力を握っていたが、 アクバルは、次第に、その成虫が煩わしくなり、母のハミーダ・バーヌベーグムや、上頭のマーハム・アナが、その息子のアドハム・ハーンに相談し始めた。その結果、マーハム・アナがは、皇帝の信頼を得ることに成功し、バイラム・ハーンの失脚を企てるに至った。1560年3月、マーハム・アナがは、デリーの長官シハーブ・ティーン・アフマド・ハーンと連絡を、取り合って、 バイラムハーンの失脚計画を実行した。まず、アクバルはバイラムハーンと共にアーグラを離れて狩りに出かけさせ、彼女はデリーにいるアクバルの母が病に倒れたとの嘘の知らせをアクバルに入れた。アクバルは病気見舞いを口実にバイラムハーンの元を離れてデリーに向かい、バイラムハーンはアーグラへと戻った。だが、計画したのが マーハムアナガだと分かった場合、彼女はバイラムハーンに報復される可能性があった。そこで彼女はアクバルを一旦デリーの外に出させ、そこからバイラムハーンとのやり取りをさせた。こうしてアクバルはバイラムハーンの解任を宣言し、バイラムハーンもこれを了承し、クーデターは成功したのである。バイラムハーンが失脚したことにより、マーハムアナガは 政権の最高権力者となった。彼女は自分の子外のバハードルハーンを震災症としたが、これがバイラムハーンのプライドを傷つけた原因の一つとなり、彼は反乱を起こした。バイラムハーンの反乱は半年続いたが、なんとか鎮圧され、マーハムアナガの政権は保たれた。だが、マーハムアナガの息子でアクバル入兄大たる、 アドハム・ハーンがその立場を危うくした。同年にアドハム・ハーンはマールワーへと遠征に行き、1561年に同地方を占領したが様々な失態を犯し、君主に戦利品をすべて送る監修を破ったことは重大だった。アクバルは当然この権利を主張し、自らマールワーに向かいその独善を抑えたため、アドハム・ハーンとの中は非常に悪くなった。処刑される。 アドハム・ハーン1561年末、アクバルは、マーハム・アナガ古外の最小バハードル・ハーンを罷免し、アトガ・ハーンを最小に任命した。先フマー・ユーン以来の重臣である、彼は、マーハム・アナが一派に対抗しうる存在で、彼の妻ジージー、アナガも、アクバルの乳母だったため、アクバルから彼は、養父と呼ばれていた。同様の重臣ムヌイム・ハンは、アトガ・ハンとの対立から、 アドハムハーンに、その暗殺をそそのかした。調子に乗りやすかったアドハムハーンは、ムヌイムハーンにそそのかされ、彼自身もアトガハーンが最小であることが気に、食わなかったため、その暗殺を計画した。1562年5月16日、アドハムハーンは、大勢の部下を連れ、アーグラ城の高越殿で会合をしていたアトガハーンを、探検で刺し殺してしまった。 アクバルはこれに激怒し、アドハム、ハーンのが暗面を殴って倒すと、テラスから二度にわたり、突き落とさせて処刑した。マーハム・アナガはこの時デリーにいたが、アドハム、ハーンの処刑を聞いてすぐさまデリーへと駆けつけた。彼女はアクバルと面会すると、アクバルは自ら丁寧に事の次第をすべて話した。彼女はただ、陛下は良くなさいましたと言っただけだった。 マーハム・アナガはこの事件から立ち直ることができず、それから40日後に息子の後を追うように死亡した。この事件とマーハム・アナガの死により、アクバルはようやく帝国の実権を握ることができた。ありがとうございます。